吉田さん、私がね飲食店やってた頃に、まあ、いろんな営業を受けた時にあだったらうちの,あの食事食べていきませんかっていうふうにお誘いするんですよでメニュー出してでこれでちょっとじゃあいただきますみたいな感じになるじゃないですかで途中で私姿を消すんですよねそしたらその人は会計せざるを得なくなるというね、まあ、結局あのお金を取っても当たり前だろうという商品だったら私はお金しっかりいただきますね あのごちそうする席はごちそうする席で儲けるんですけども日々の商売はそれとは逆であの営業マンでさえねお金を払って帰るのが惜しいと思うようなそういった食品提供はしてないよっていうこのあられなんですよ。あと麻雀もそうですけども麻雀店にも営業に来てくださった広告会社の方にね「でうちの店で麻雀しばらく打ってみてもらえませんか?」って感じでね で、ーちゃんと売り上げにしてで、広告取ったり取らなかったりみたいな感じだったかなと思います、まあ、あらゆる場面がセールスになるわけなんですよでその延長線上に自宅に来てくれた NHK の職員とかあの置き薬の会社の人とかさまざまな営業マンにきっちりと即果塾成立してそのいくつか売れてるというまあ、宗教の方もね結構即果塾買ってくれたりしますからねからチャンスにまみれてるんですよ世の中はそのチャンスを目の前にあるのにまさに見えてるのに見てないという ことじゃないかなと思いますしそこに手を差し伸べてくださる方がいるのに握り返してないっていうことなんでしょうねなんかやっぱり人からお金をもらうことって後ろめたいと思ってるんだったらそれは大間違いでやっぱりしっかりねお金を払いたいという方からその貴重な縁でねお金をいりませんって突っぱねるもんじゃないと思いますやっぱりしっかりと受け取るべきだと私は思うんですけどねじゃあ今日も一日始めましょうか行ってきます